行きましたね。わお、可愛らしい。うわ、すごいに隠れた。お魚レッツゴーアドベンチャー。皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました、前回そして前々回はヒゲゴケとかそういうね、コケをね取ってくれる生態を紹介しましたが、今回はねお魚をね購入しましたので、そのお魚をね紹介していきたいと思います。では本日購入したお魚はこちらです。熱帯スズメダイ。はい、大きく書かれてますね。熱帯スズメダイ、まあね、熱帯の方にいるスズメダイってことですかね。まあ色はねちょっと白っぽい感じ、うん、ちょっと透き通った白みたいなね、そんな感じですね。まあ生態とかはよくわかりませんが、スズメダイの仲間なので割とね丈夫だとは思います。ではね、早速この子をね水合わせしましょうね。まずは開けますよ。いらないね水はここでね捨てます。で、ある程度ね水を捨てましたら、ある程度捨てたら次はねこちらね、はい、あー豪快に入りましたね。ちょっと豪快に、あんま勢い強く入れるのはあんま良くないんで、ダメージ与える可能性あるんでね。今のはダメな例ですね。ゆっくりゆっくり入れてあげましょうね。出てますね。どうだろう、黄色みがかかっている、いますね。白というよりもちょっと黄色、そして尾びれの方にかけてちょっとなんか赤っぽいオレンジ、オレンジが入ってますね。うん、なんかこれ淡水魚とかでもいそうな感じの色合いですよね、こういうのって。いいっすね、かわいい。あんま僕ねこういう感じの色って買ったことないんですよね。どっちかといったらこうはっきりとした色の魚、白とか青とかオレンジ赤とかね、なんかそういうはっきりとした色ばっか買ってたんで、こういうねこういうね、もう絶妙な微妙な感じのね、その悪い意味とかじゃないですよ、悪い意味じゃなくていい意味で微妙なね色合いね、なんとも言えない色合いというかね。ではちょっとね、水合わせ20分ぐらいかかりますので少し放置します。はい、ではね、あれからね大体20分ぐらいが経過して、水合わせもねこれぐらいで終わりたいと思うので、次はね水槽の中に入れていきたいと思います。水槽の中に入れるときはもちろんこういうねネットを使います。じゃあネットでね優しく優しくこのね逃げ惑うこの熱帯スズメダイをねキャッチします。優しくね、金魚すくいのように優しく優しく、よいしょ、優しく、お、逃げるね、逃げる逃げる、よいしょ、逃げるね逃げるね、嫌なのかね、よいしょよいしょ、入った、今入りました。ではこれをね水槽の中にね入れますね。ゆっくりとね、はい、入ります。いけ、あ、お、いいね、自分からね行ったね、行きましたね。わお、可愛らしい。うわ、すぐに隠れた。今ね、ちょっと待って、すぐに隠れたよ。あれれ、隠れちゃった。あのこの穴、ここ、この穴にね今ね隠れちゃいました。うわー、すごい、一瞬で隠れちゃいました。あらら、皆さんにねもうちょっと自分のことをね見せたいとかないんですかね。ねえ、綺麗な人だったらね多分おしゃれしてね街中に出ていろんなね人にね見てもらいたいってね思うはずなのにね、シャイなんですかね、まだまだ子供ですかね。うん、まあそういうシャイなところもね可愛いですよね、熱帯スズメダイね。はい、でね今ねちょっとね熱帯スズメダイのことについてちょっと調べましたね。なんかねこの熱帯スズメダイっていうのは、まあ、水深ね、まあ、1メートルから14メートルのサンゴ礁にね住んでるらしくて、で枝状のねサンゴを住処とするらしいです。
なのでどっちかといったらこう隠れるタイプですね。枝状のサンゴとかにこう隠れて生活すると。でさらにね、小さな群れでねこう動いたりするんですけど、自分たち小さな群れだとねちょっと敵からね身を守れないということで、他のね種類のスズメダイにこう混ざってこう移動したりとかねするらしいですね。うん、ってことはなんて言うんだろうな、ね、古文的な感じ、どっちかといったら古文ですね。後ろをねこうついて歩くというかね、こう強い人たちの中に紛れ込んで生活するみたいな、非常にねそういうところではこう頭のいいね感じですよね。人間社会でもねやっぱそういう強い人たちにねこう巻かれてね、もう長いものに巻かれろって言うじゃないですか。それと同じで強い人たち、そういうところにね紛れていた方がね、それはもうね敵からはね身を守れるとは思いますよ。うん、でもね今ねここ見てもらうと分かるんですけど、これ強い人いないですよね。うん、熱帯スズメダイしかねスズメダイ今いないんで、で次回はねちょっと強いねスズメダイちょっと入れてみたいなと思います。なのでね今日はちょっと水槽の中に寝てからね隠れてしまったのでね、ちょっとね姿を見ることはできないんですけれども、次回ね現れてくれると思いますのでね、で皆さんね次回の動画もねお楽しみにしてくださいね。で熱帯スズメダイの、商品リンクはねまた概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方はねそちらからご覧ください。はい、でこの動画を気に入っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画お楽しみに。